こんにちは、シークエンサーともです。ということで今日はですね、話題沸騰中でございます、あの恋愛系 YouTuber の方に来ていただきました、はい、シクローから夜更かしの皆さんです。よろしくお願いいたします。シクローです。ソータロです。ヨセキです。お願いします。お願いします。いやー、初めてです。この恋愛系の YouTube やられてる方とコラボさせていただいて。おー、嬉しい。本当ですか。これ多分僕の視聴者の方、全然もしかしたら存じ上げてないかもしれないんで、はい、うちの本当、年齢層がバクタカなんですよ、本当に。そうなんです。多分お若いですよね、見られてる方々。いや、でも、僕らと同い年ぐらい、ね、30、40代の方も多いです。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあちょっとかぶってるのかもしれないですね。はい、日頃どんなことされてるんですか。本当に男心を喋ってるだけなんですけど、はい、まあ、男心、こういうエッチ中にこういうこと男考えてますよみたいな、うん、あーなるほどなるほど、はい、珍しいですね。女の子側じゃなくて男側の脈ありさえみたいに言ってるから、視聴者がもう9割5分女性なん。あー、そういうことなんですね。女性が男ってこう、あの、こう、うん、どういうこと考えてるんだろうで、なんかちょっと勉強して見てくれてるみたいな。果ててすぐタバコ吸うやつはあんまり愛してないよね。あー、そうそうそう、そういうこと言うと、まさに、はい、あーなるほど、面白い。その話をむしろ聞きたいぐらい。すぐ全動画見ますね。ありがとうございます。めちゃくちゃ上がってる。超好きになっちゃった。すいません。ちなみに概要欄にリンク貼ってありますので、僕もあのなんとコラボさせていただいておりますので、ぜひそちら見てください。よろしくお願いいたします。お願いします。やっぱ僕のチャンネルは心霊とか生き霊のチャンネルなんですけれども、はい、やっぱりその霊的なものって恋愛のいさこざが多いんですよ。やっぱ恋愛系の YouTube やられてると、まあ、ファンの方とか、うん、実際の恋人関係のこととか、まあ、もしくはそれを始めるぐらいなんで、やっぱりモテたと思うんですね、生涯。はい、まあ、シクロさんはそんなことないけど、先ず見てもらいましたけど、もしかしたら、ね、お二方モテたと思うんですよ。生き霊ですら誰もついてなかった。女の子の生き霊ゼロ。あんなにつきやすいのは女性って言われてたのに、男しかついてない。人でもついてない。奥様ついてます。いや、まあ、奥様ついてます。素晴らしいことですね。素敵ですよね。なんで申し訳なかったら、今日そんな人生の中で経験した、はいはい、怖い体験をいくつか聞かせていただけたらなっていうふうに思うんですけれども、一つずつ聞かせていただいてもいいですか。わかりました。なるほど。ちょっと我こそはって方いらっしゃいます。じゃあちょっといいですか。あ、はい、まあ、その一応恋愛 YouTuber にまつわる話なんですけど、はい、僕恋愛 YouTuber 始めた5年前とかなんですよ、うん、で始めたきっかけが僕が失恋したからなんです。おお、面白い動機ですね。はい、当時付き合ってた彼女に振られて、その時にどうやったらこう復縁できるのかみたいな感じで最初調べたんですよ。はい、何で笑ってるんですか。やっぱこいつモテへんなみたいな、なんかめめしい理由だね。そうなんですよ。面白い。で、まあ、ほんまにめめしかったんですよ。で、なんか結構もうその時でめっちゃパソコンでバー調べて、はい、でこんだけ調べるんやったらその需要あるやろなみたいな感じで、うん、あの始めたっていうのが最初だったんですけど。面白い。はい、で3年ぐらいやらせてもらって、まあ、今もおかげさまで30万人ぐらい行ったんですけど、すごいっすよ。その時にその僕のきっかけの元カノが彼氏に浮気されて別れたみたいな情報が入ってきたんですよ。ほう。その彼氏が浮気をしてたんですけど、祝賀氏の動画を見て勉強したらしいんですよ。彼氏は？彼氏が。おう。だから僕がその有名になることで、はい、その元カノ彼氏を浮気させてたっていう、なんかちょっとちょっとある意味怖い話みたいなのがありました。え、それで戻ってきたんですか。はい、いや、戻ってこないです。はい、復縁もできず。復縁もできず。間違った方向に育てちゃった。間違った方向に育てちゃった。はい、変な話ですね。そうそうそう。しかも、やっぱすごいなって思ったのが、うん、別れた彼女の話が入ってくるネットワークを持ってることがめめしいです。そうですよね。持たないですよね。そんなネットワーク。スパッと言ってないですもんね。いやいや、そうね、しっかり。もう思い残しはないです。いや、全然ないっすけど、なんかたまたま共通の友達がいて、そいつづてになんか聞かされたって感じだったんですけど。でもちなみに聞きたいのが、はい、まあ、発起人なわけじゃないですか、この YouTube、はいはい、チャンネルの、はい。モテるようになったんですか。おまあ、多少は。さしてください。でもやめてください。加藤さん、いや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 、だっておかしいじゃないですか。言ってることが勉強したわけですもんね。そうですよね。勉強してそれを生かして YouTube やったから、もうそこからガンガン来てもおかしくないみたいなことですけど、はい、そんなには。いや、まあまあ多少はね。含んでください。まあ、今幸せだってことで。よかったよかった。そうそうそう。じゃあちょっとすみません、ね、いよいよ本命のお二人の話をやって、はい、いや、僕はそのネットのコメントで、はい、まあ、タイムリーなジャブで言うと
最近僕結婚して子供ができましたっていう発表をしましたと、うん、そしたらこの間インスタライブやってたんですけど、はいはいはい、あちょっと子供泣いたんでありがとうございましたって言って切ったら秒でなんかそんなに隠すなんてやめちゃえばいい、奥さんも子供ればいいのにとかが来ますよね。ああっていうのが僕のファンの中でヤバい人たちっていうのがちょいちょいいて、はい、でその中で一番ヤバかったのがそのあ浮気ってこういう形でバレることあるんだっていう話なんですけどまあ昔どこでも言ってないんですけど浮気をしたことがありますと。おお言ってないんですか。言ってないんですけどで僕らってたぬき掲示板っていう、うんはい、なんか2チャンネル系の掲示板があるんですよ。でそこはあることないこと書かれていると、はい、でそれでだいぶ前に僕らが炎上した時に当時僕彼女がいたのでそこを見てたんですよ。で宗太郎が変なこと言われてないかなみたいなんで気になって実は見てたと。でそこにどこどこで私に抱かれましたよねみたいなコメントが入っていたと。っていうのがあるかないか分かんないけどそこに書かれてたらしくて、はい、それで僕彼女にカマかけられて、うん、なんか言ってないことあんのって言われてえドバイで何々人に抱いた話とかこう全部ちっちゃいジャブから全部言っていてでそれ知らんけどお前そんなことしたみたいなのを繰り返して最終もうこんなやったら終わってまうでって言って言ったやつが当たってバレてすっごい大変なことだったんですけど。はだからその YouTube やってると、まあ、ありえないバレ方するんやなっていうのが一番怖かった話です、ね、いやまあたぬき掲示板は嘘もあるってことですもんね。そうです嘘もあるんで、はい、もうほとんどが嘘なんですけど、はい、でこれ怖いのが僕の相手しかそれ絶対わからないのでそいつが書いてるってことなんですけど。うわうーわ怖ー、はい、さっきの生き量っすよね。そうだからメンヘラ3人衆がついてるから、ねはい、もう3人の中の誰かがそうなんですよってことですよね。これは怖いなと思いましたね。うわやっぱでもナンバーワンモテ女だけありますね。いやでほんでもう一個ほんで一番怖いのもこの動画が出た後の世界が一番怖いです。まあねすげえ怖かった今の話。いやこれは怖いな。俺も気をつけよう本当に。さあってことでございましていいですか最後。いやもちろんもちろんもちろん。いやねこれも、まあ、まあ僕と今となっては結構まあ笑い回しってあれなんですけど、はい、当時付き合ってた彼女付き合ってるけど乗り換えちゃった。なるほど。そう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 、はい、まだ運転中に別の車に足突っ込んだんですね。はい。でまあ同時で行こうとしたんですねその、まあ、当然バレて、はい、でそしたらこっちが合わせろこいつにってなって当時の住んでた家の最寄り駅に3人で集まって話をするっていう。記憶ないぐらい怖かったですあんまりマジで何喋ったか覚えてないんですよ。うん、ごめんなさいね、記憶ないって言ってんのにこんなこと聞いちゃいけないですけど、はい、どう始まるんですか。いやもう本当にメス猫とメス猫みたいな感じで目合ったらこう感じになるじゃないですか。バチーそう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 こいつかみたいな。でなんでそんなことしたみたいな。世代を付き合ってたんで、まあまあで今からなんていうの。今からっていうか分かんないですけど乗り換え先は何ていうんですか。いや別にもう好きやったからじゃないですか。ああこれは良くないねーと思って。お前どうする。いや俺はもうだからもうずっと来よう。ちょっと俺別に何も言う権利ないし。そうですよね。笑うことも怒ることもできないですもんね多分。そうですよ。ほんまそうです。いるしかないです。ほんまそうです。どう決着つくんですか。だってもうどっちも乗ってるわけだから。でこれがほんまに何も覚えてないんですよ。どう決着ついてどうやって帰ったかとかほんまに覚えてないんですよ。ほんまに覚えてない。もう焦りすぎて。うわー本当にショックな出来事。どう覚えてないんですよ。いや俺マジで殺されるんちゃうかなと思ったんですよ。うーこの2人から。ほうそうそうそうっていうのはありました。まあ僕は悪いんですけど完全にその まさかその直接合わせろって言われるとは思ってなかったんで。ここまあでもそれからはもう同時運転はしてないですもん。いやそれはもうそんなもんダメです。それはそれはもうしてない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 。いややばちょっとまあ一応ですけど、まあ、したことないんですよ、まあ、同時運転は。はい、はい、なんでもう経験がなかったんで本当に飛ぶんですね。飛びますし、バレた時ももう飛びます。だからあれですよね、監修の人が死刑が決まってる人は呆然として動かないって言うじゃないですか。はいはいはい、と同じ状態ってことですよね。いやもうそうですそうです、ね、マジでマジでもう本当にもうすいませんでした、もう死にますみたいな。いつでもみたいな。いつでも死にます。いつでも死にます。いつでも逃げ出すから。そうそうそう、もう無理やもん。俺が100悪いじゃないですか。どう考えて俺が100悪いから。全然マジでなんか死にますでしょ。みたいな感じです。でもむずいですよね。だって結婚してるわけじゃないから、別に元カノと今カノどっちが上とかないじゃないですか。ないですないですないです、ね、ないです。でもそこはもうね、別に私のだっていうことで喧嘩してるってことですもんね。そうですね。まあある意味言ったらね、そういうことなんですけど。で終わるじゃないですか、うん、でまあ生活戻りました、うん、どうなるんですか交際は。どっちとも終わり。いやまあでも結局その僕が好きやった方と一緒におったらええやみたいな感じになったと思うんですよ確か。
あ、結論、まあ、当然そういうことをするってことはやっぱり前の彼女にあんまり興味がなくなってたっていう状態ではありますから、その、まあ、今その新しい彼女と一緒になりましたけど、結局やっぱうまいことはいかなかったですね。今すごいこと言いましたね。すごいこと、丁寧な言葉で言ってました。興味がなくなったことでしたから。いや、それはもうしゃあないですよ。そういうこと、当時ね、当時です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 。いや、ちょっとすごい、お三方ともすごかったっすわ。めちゃくちゃ、ちょっとお一人だけそうでもなかった。元カノ別れただけですからね。どうでもいいよ、そんな話。いやいやいや、そんなことない。いい話なんですよ。ちょっとお二人がすごすぎて、まあ、そうですよね、すごい話だった。いや、ちょ、でもね、やっぱファンの方はこれからもだと思うんで気をつけてください、本当に、はい、いやー、ありがとうございました。めっちゃ面白かった。じゃあ最後になるんですけれども、僕もですね、夜更かしさんのチャンネルにお邪魔しておりますので、概要欄のリンクから飛んでみてください。あとですね、そちらのチャンネルで生きるチェックしてるんですけれども、それが無料で遊べるモバイルサイトがありますので、概要欄のリンクから飛んで、あの、無料なんで遊んでみてください。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとまたぜひぜひ、ちょっと個人的にいろいろ話を聞きたくなってしまったんで、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。